第2ラウンド 53kg 契約3分3ラウンド始まりました。赤コーナーがピンクのトランクス花澤一世選手、青コーナーが黒いトランクス金のラインの笠原明人選手です。笠原選手は今日プロデビュー戦、花澤一世選手はこれがプロ2戦目となります。いや入場をね、はい、青コーナー側の方を見てました。笠原選手、はい、ちょっとデビュー戦っぽくないですよね。なんかちょっとね、落ち着きがありますよね。落ち着いてて、うん、面構えもねなんかちょっとベテランっぽい風格はもありますけどね、はい、リングコールされてえっと思ってしまいました、はい、びっくりしましたね。さあその笠原が詰めていきます。前蹴りで離していく花澤、花澤選手の方はこれもうムエタイスタイルですね。ムエタイスタイルですし、構えのバランスも、ね、非常にいいですよね。はい、やっぱりねデビュー2戦目でもこうやってかっこよく構えられる選手がねたくさんいますけど、本当昔の時代だったらね間合いもタイミングも合わないまま、まあ、2戦やっぱね5戦目ぐらい超えるまではなかなか難しいんですよね、うん、やっぱプロのリングのキャリアっていうのはね形が様になってくるのもそうなんですよね。おー、はい、あーおお、これはダウンは取らなかった。ハイキックにハイキック合わせてきましたよ。そうだ、これ気強いですね、両選手気強いですね。おお、そしてロープにすると打ち合う花澤もロープを手にしても積極的につけていきます。いいですね、花澤選手の短いショートのフックが、ね、当たったら倒れますよ。さあ、組だ。ここは花澤負けたくないが笠原も制している。ここはブレイクになります。さあ、これはいい。いやでもね、ここまで見ていても笠原選手プロデビュー戦とは思えないですね、本当にね。まあそういうオーラをね話すの才能でしょうから ね。おい、おっと、おい、バランス崩したが、これはダウンを取らない。だがこれパンチもありますね、笠原選手、ね、連打でも負けていません。詰めていく、ミドルキック、ローキック、笠原ローキック、そして詰めていく。花澤選手も詰められながらもパパパッとね連打を出してくる、ね、勝負強さ、度胸強さというものを見せています。今やっぱりどっちかというとこの笠原の方がロープのパンチで、ね、中に詰めていくタイプ、花澤選手の方が、しっかりとそれを受け止めるんですけども、そうやっぱり受け止めてミドルキックまで返すんだったらまず前蹴りを、ね、して笠原選手のパンチの突進をまず止めたいところですね。埋めたいスタイルだよね。もったいないですね、はい、中に入れちゃうっていうのね、もったいないですよね。いい蹴り持ってますからね。さあ、あっという間の第1ラウンド10秒を切っています。時間はあとわずか、先制し合って第1ラウンド終了のゴングです。いや、なんかお互いスタイルが違って興味引きますね。笠原明人選手はねプロデビュー戦ながらも何かちょっと自分のファイトスタイルが出来上がっているように見えます。そうですね、とにかく落ち着いています。やっぱりこの個性がねだんだんこの作った個性じゃなく持ってる個性で出てくるのっていうのはなかなかね、キャリアのまだない選手難しいんですけど、はい、この2人は何かこうキャラを持ってますよね。持ってますね、うん、花澤一世選手も本当に色気が漂っております。ちょっと押し込まれるシーンありましたしグラつくシーンもありましたが、はい、なんとか踏ん張ってダウンはもらっていません。まあ、今のこのムエタイスタイルの花澤選手、まあ、どちらかというと、まあ、日本のスタイルですね。パンチの日本スタイル の笠原選手の対戦なんですよね。だから花澤選手としてはムエタイを、このまま貫くならば少し長いこうですね、今みたいに長い距離このミドルキックそこから繋げていきたいですね。まあ、なんというか、まあ、ムエタイの沼にね削り込みたい。本当そうですね、そんな戦法があるでしょうか。ただなかなかね今結局のところリングの中心は笠原選手なんですよ、はい、でロープに追い込んで対角線、コーナーに、詰めているのはね笠原選手なんですね。今組んでもね膝を出していたのは笠原選手の方です。そうですね、あ伝統をかけてじっくりと距離を詰めていく。この距離に入る前に花澤としては前蹴りで自分の距離を作りたいのそうです、ね、この思いっきりのロー、あーここはちょっと今下腹部にロー入ってしまいました。どうしてもねローキックはね大江さん、はい、まあ、こういったねリスクがありますもんね。そうですね、
じゃあ、あの花澤選手の例えばこの蹴りですね、うん、ローにしてもミドルにしても思いっきり良くてすごくあの距離感も悪くないんですけどね、うん、あちょっとこれは試合続行は難しいか。今レフリーがチェックして、あちょっと吐き気も催してる模様です。ここで一旦時計を止めて、まだ試合は終わっていませんが時計を止めてドクターのチェック。あなかなかファールカップっていうとですね、はい、アルミのねファールカップだったり、まあ、プラスチック製もありますけど、僕なんか昔あれですよ、アルミのファールカップで、はい、タイの選手とやって球場に膝蹴りを思いっきりもらって、はい、試合終わって控え室帰ったらそのファールカップが粉々になってたことありました。恐ろしいですね。ただ粉々になっても刺さらないようにテーピングでね、全部くっつけてるので、レフリーが今試合を止めるジェスチャーを見せました。大事には至らないんですけど、やっぱりねファールカップしてても食い込むんですよね。このコーナー金沢一世選手ゴーグローによって継続を不可能となりますので、これまでの判定の結果で、判定いたします。あここまでの、まあ、短い時間1ラウンドと、なるほど、2ラウンドは50秒ほど済んだんですが、はい、ここでジャッジになります。そうなるとどうなりますかね。相当、まあ、綺麗にね深く金沢選手の、はい、股間に蹴りが入ってしまって立ち上がることができません。これやっぱもらうとね、まあ、男性でしたらね、多かれ少なかれ経験はあると思うんですが、そうですね、まあ、それを、まあ、カップが入っているにしても思いっきり足ですからね。キックボクサーのノーキックですよ。本当に。青コーナー笠原。ああそういうことになりますか。積極性がね。そうですね。ちょっとされたかもしれません。インパチも当ててね、スリップダウンのようなことも2度ありましたからね。今日がプロデビュー戦となりましたワンサイド所属笠原明人選手がデビュー戦を見事勝利、判定勝ちです。まあ、アクシデント絡みで笠原選手もね、まあ、完全に満足するような結果ではなかったかもしれませんが、まあ、こういうのも含めて大江さん、はい、格闘技、そうです、キックボクシング、まあ例えば今日の白星にしてもですね、これキャリア重ねていく上では白星の一つにしかなりませんから、はい、今日のもうこの時点での勝利であっても右手を上げてね堂々としてほしいですね、うんうん、いいんですよ、これをまた一つ勉強として次の試合につなげていくというのが大事ですからね。そして敗れた花澤はもう今痛みでね何も考えられないかもしれませんが、また後になって悔しさがにじみ出てくることでしょう。そうですね。第2ラウンド 53kg 契約3分3ラウンドは、2ラウンド50秒あたりでしょうか。そうですね、はい、花澤選手が、笠原選手のローキックを、ローブローとなりまして、ダメージによって花澤選手が試合続行不可能となりまして、もう一回大きくあれじゃないですか、なんでこういう結果になったのか、笠原明人選手が勝利となりました。皆さんみんなクエスチョンになってます。形はどうであれ笠原選手で記念すべき1ラウンドまでのってことですよね。プロの第1ラウンドまでの判定で向こうの勝ちっていうのがルールなんですよね。そうですよね。で今なんかまだハテナになってます。もう一回その判定を言った方がいいかもしれない。ちょっとはっきりと、ただいまの試合につきましては、赤コーナー笠原選手、試合続行不可能となりましたので、1ラウンド、2ラウンド、2ラウンド途中までの採点によって判定と行いました。